で、今はですね、PPC って言ってインターネットの広告もね、整体院で、ね、かけてやってるんですけれども、有料でやってた時はもう全然取れてませんでした。1件取るのに1万円ぐらいのコストがかかって、予約1人、新規集客できたみたいなやつなんですけれども、今無料にしたらですね、1件あたり2000円弱ぐらいですね、1500円から2000円の間ぐらいで1名集客できてます。つまりもうですね、今はチラシとかも入れてなくって、その1個うまくいった無料のものをずっと出し続けてたらですね、毎月30人から50人ぐらい新規が当たり前のように入ってきてます。本当に当たり前のように入ってきてます。ですので全然違いますよね。なんで、無料で新規が集客できて、そして後ろの売りたいものを買う仕組みが作れさえすれば、もうあとその無料を前に出しておけばいいだけです。基本的には。もちろんいつかはその無料の反応がなくなる時が来るかもしれませんけれども、それはまた別のもので無料のものを作っていけば。なんで結局は無料で集客できるものをいくつもいくつも作り続けておけば、集客っていうのは自動化されます、いつか。ですので、有料でいきなり集客しようとするから難しいわけですね。無料で集客する手段をどうにかして作るっていう方がよっぽど手っ取り早いと思います。ただもう一個ちょっと考え方って、無料、絶対無料じゃないといけないっていうわけじゃありません。っていうのも、皆さん普通の一般の人が買うのに慣れてる商品ですね。買ったことがあるような商品であれば、値引きでも十分です。例えば美容室なんていうのは行ったことない人がいませんから、大体有料でもいいわけですね。とか、サプリメントも買ったことがないとかいう人はいませんので、ちょっと割引とかでもいいかもしれません。それこそね、オーガニックの商品とかも無料じゃなくてもですね、買う可能性はありますよね。割引でもいいかもしれません。ものによります。ただ絶対に確実なのは、世の中の人が買ったことがないような商品、あるいは人生で1回しか買い物をしない、家とかですよね、とかリフォームとか、超高額なものとかっていう場合はやっぱり無料を入れた方がいいですよね。定額な商品は無料にしなくても半額とか割引とかつければね、ある程度はいけますけれども、ただそれでもですね、結局それをやってはライバルもやりますよね。ライバルも同じぐらいの割引してますから、やっぱり差がつきにくいと。なので、どうせあるやったらどうにか無料にしてさっさと集客を仕組み化した方がいいんじゃないと。とにかく無料のオファーを出してしまった方が、集客を仕組み化しやすいです。ほっといたって来てくれますので。ポイントはね、何かっていうと、新規集客っていうのは利益が出ないんですよ。皆さんも聞いたことあると思いますけど、新規集客っていうのもあまりにも広告費がかかってしまって、収益ってもともと出ないんですよ。であれば最初からっていうか、そこに時間をかけても収益出ないわけですよ。要は新規集客で集客数を減らさず、どうにかしてある程度の売り上げを上げようなんてことする方が時間の無駄ですよね。そこに頭使うよりも、さっさと無料でもう集客がさっさと確定させておいて、あとそこから後ろこういう商品をですよね、いかに売ることができるかっていうことに時間かけた方がいいじゃないですか。新規集客のものは利益出ないですけど、後ろでこういう商品が売れると利益出るわけじゃないですか。ですから大事なことは、もう新規集客に力注ぐなってことです。新規集客に力注いだところで会社の利益増えません、基本的には。そんなにね、ちょっとこういうのを言うと語弊があるんですけど、もちろんマーケットを占領した後はまた新しいマーケットを作ったりとか、新規集客やればね、すごく大きなインパクトありますけれども、基本的に新規集客に時間かけても利益出ませんから、新規集客はあくまでも新規が枯渇しないようにね、常に必要な分だけの新規が流れ込んでくるような集客を作っとけばいいだけです、道筋をね。結局じゃあそれは何かって言われたら、無料です。無料で集客しさえすれば、ほっといたって客入ってきますから。ですので、無料の集客っていうものをどん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 、どれかね、いかに無料の集客を作っていくかっていうことを考えてやっていってください。これがですね、今日まずお話しした新規集客を自動化する方法です。新規集客を自動化するには、いかに無料の何か、無料でお客さんと知り合うきっかけですね。いかに無料のものでお客さんと知り合うきっかけです。で、ここはただまとめですけれども、無料にすれば何でもいいってわけじゃなくって、無料にして、後ろの売りたい商品を欲しくなるような無料のものにしないといけません。無料だったら何でもかんでもいいってわけじゃありません。例えば女性を目当てに狙ってるから、よっしゃ無料で、そうやな、福山雅治との握手会やったら女性のリスト集まるなみたいな。それは福山雅治と握手したくて来ただけでですね、別に
その商品買いたくて来たわけじゃありませんので、その後つながらないなんて普通ですよ。なんでつながらないのかななんてならないわけですよ。当たり前ですけどね。大事なことは、後ろと関連性のある無料の道を作るってことです。何でもかんでも無料にすればいいっていうわけではありません。というのが、新規集客を自動化する方で、集客を自動化する方、とにかく、どうすれば無料の何かでお客さんと知り合うことができるかということを常に考えてください。